様こんにちは、まおです。本日は最近使っているお気に入りのカバンとその中身をご紹介させていただきます。それでは早速始めていきます。まず私が最近使っているカバンはこちらになります。こちらがグレイルで販売されているクロコダイル柄のファーバッグになります。こちらのバッグ以外にもランダでお迎えしたバニティバッグクリームを使うこともあります。つけているストラップはディズニーシーに行った時にお迎えしたリーナベルちゃんになります。リーナベルちゃんの他にもおパンチウサギをつけていたりもします。夏場に近づくとなんでこんな荷物増えるんだろうというぐらい、夏場は特に私荷物が多いです。では上から取った順にご紹介させていただきます。まずこちらハンドタオルになります。ハンドタオルはマリークワントでお迎えしたものです。このホワイトのベースに黒いレースがあしらっているのがとっても可愛くて、見た瞬間一目惚れしてお迎えしました。小さめサイズになっているんですけど、中ねこんな風にポーチ状になっていて何かを入れることができます。私はね何も入れずにこのままハンドタオルとして使っているんですけど、これすごく可愛くてお気に入りです。もちろんハンドタオルを使うこともあるんですけど、ペーパーハンカチを持ち歩くことも多くなりました。荷物多い方とかね、こちらおすすめです。ちなみに私はダイソーで購入しました。続いてが、こちら。ヘアクリップになります。このヘアクリップはシーインさんでお迎えしたものです。髪の長さが腰ぐらいまであって、梅雨の時期とか夏の時期はね、特に蒸し暑くて首周りが汗をかいてしまうので暑くなったりとか、あと帰り道とかにこのヘアクリップ使うことが多いです。適当に束ねて挟んでしまえば簡単にね、結べてしまうのでよく使っています。ヘアクリップ使わないときはシュシュを持っていくことも多いです。次がこちら、AirPodsになります。AirPodsは変わらず、プロを使っております。ケースは最近買い替えてシーンさんで購入したものになります。このケースとにかく可愛くてとってもお気に入りです。こうやってねチェーンがついてるのでおカバンにつけることもできるんですけど、私はつけずに入れております。最近は白と黒とピンクが多めですね。どれも可愛いです。続いてがお財布になります。お財布は相変わらずミュウミュウのラブレターを使っております。もう少し大きめのおカバンを持っていくときはグッチの GG スプリーム、さくらんぼちゃんのお財布を持っていくこともあります。続いてこちらです。日焼け止めミストになります。ビオレ UV アクアリッチアクアプロテクトミスト、店頭に置いてあって便利そうだなと思って購入したものなんですけど、バズってたらしいです。出かける前のお家では乳液タイプの日焼け止めクリームを塗っているんですけど、お出かけ先で塗り直しするのがめんどくさいのでこの日焼け止めミストで塗っております。これがねすごく便利で、こうやってシュッてするだけで液体ついてくれるので、あとはこんな風にしてしまえば塗り直しができるので。ちなみに顔にするときは直接振りかけるんではなく手のひらにのせてなじませてからお顔につけるらしいです。そのままつけると染みちゃうっていう方がいらしたのでご注意が必要です。続いてがこちらヘアミストになります。私はミセディオールのグルーミングブーケのヘアミストを使っています。ちなみに香水はミセディオールのローズ&ローズを使っていたり、こちらもミセディオールですね、オードトワレローラーパーレを使っていたり、あとは最近お迎えした特にお気に入りのこちらもミセディオールですね、ディオールアディクトオーフレッシュオードトワレ、この4つを気分で私は使い分けています。オーフレッシュに関しては荷物がねもっと少ないとこのまま直接おカバンに入れることもあるんですけど、大体はダイソーで購入した200円くらいのアトマイザーに入れて持ち歩いてます。ちなみに下から入れるクイックチャージ式なので、ここからね挿して入れることができるから、これとってもおすすめです。この4つを使い分けています。全部ディオールですね。次がこちら、これは持っていくこともあるし持っていかないこともあるんですけど、ゼクシーの付録についてきたポール&ジョーのエコバッグになります。ゼクシーポール&ジョーのエコバッグよく発売されていて、そのたびに私はお迎えしてるんですけど、これね猫ちゃんの柄になっていてすごく可愛くて最近はこちらを使っています。こんなにコンパクトに畳めるのに広げるとすごく大きくて、お買い物をするときとかは特にこのエコバッグ重宝しています。可愛くてお気に入りです。次がこちら、これもバッグの中身を紹介するときいつも紹介しているものなんですけど、妹からプレゼントでいただいたジルスチュアートのハンドミラーになります。とにかくキラキラで可愛くて大きくてちょっとね持ち歩きづらいんですけど、せっかくプレゼントでいただいたものなので壊れるまでずっと使い続けております。あとはポーチしかないんですけど、まずポーチ一つ目こちら、スイートの付録についてきたハーリップ2のポーチになります。この中にはこんな感じで
推しのアクスタを入れております。このポーチクッション性があるのでアクスタ収納ポーチとしてすごく重宝しております。遊び子によってポーチの中身は入れ替わっているんですけど、最近はねアクスタ持ち歩くことが多くなりました。少し前までは全然持ち歩かなくて、本当にオタ活する日にしか持っていかなかったんですけど、一人で出かける時も推しと写真撮りたくて持っていくようになりました。これ何体入るんだろう。基本的に 2,3 体しか入れてないんですけど、多分もっと入ると思います。ポーチ2つ目がこちら、サブポーチになります。巾着は相変わらずディオールのオンラインで購入した時におまけについてくる巾着になります。中身はざっとこんな感じですね。そんなに入ってないです。まず1つ目がこちら、コームになります。以前はピンク色のものを使っていたんですけど、このね一番使う先端部分が割れてしまったので、軽くて使いづらいんだよね。ちょっとチャッチく感じてしまって、それでも購入したので使っております。続いてハンドクリームです。ハンドクリームも持ち歩くことが多くって、今はチレスチアートのハンドクリームホワイトフローラルを使っています。自分が使っている香水の邪魔にならない香りなのでお気に入りです。あとこちら、これもねよくご紹介してるんですけど、アイウォークのモバイルバッテリーになります。すでに先端部分に接続する部分がついているので、このまま挿したら充電できるというとっても便利な充電アイテムになっております。充電1回分ぐらいあるかな。そして目薬ですね。目薬も欠かさずに入れてます。マイティアのアイスクラッシュ最強クールなんですけど、カバンの中に目薬入れ忘れた時は出先で購入するぐらいには結構必要不可欠なものだったりします。あとは偏頭痛持ちなので、ロキソニンと同時に服用するお薬が入っております。これもねお医者様から処方していただいたものなので大事に大事に飲んでます。あんまりねロキソニンは飲まないように心がけてるんですけど、飲まないと本当に辛くて、特に最近ね天気がよくコロコロ変わるから必要不可欠です。今は持ち歩いてないんですけど、出かける場所によってはウェットティッシュを持っていくことも多いです。ウェットティッシュはこれですね。このシンプルなものが好きでこれをね愛用しております。セリアで購入したものです。メインのポケット最後ですね。最後は大量に入ったコスメポーチになります。このポーチは何かを購入してきた時についてきたものなんですけど、何を購入したのかは忘れちゃったので詳細は分からなくて申し訳ないです。透明でねすごく見やすいです。しかもねたくさん入れても結構サイズ大きいのでいっぱい入れることができます。コスメはねこれでも一応最低限のもので絞りに絞ったつもりです。まずパウダーですね。パウダーが最近お迎えしたナーズのライトリフティングセッティングパウダー、プレスト N、 通称リフコですね。これもずっと欲しくて、パウダーたくさんあるから買おうか悩んでたんですけど、ようやくコスデコのパウダーも容量が減ってきたのでなくなる前にお迎えしました。限定の白いパッケージと、あと中がねマーブル状になっているキラキラみたいなパウダーがあったんですけど、通常タイプを購入しました。ツヤはねハイライトとかで足せばいいかなと思ってるので。次、これもよくカバンに入っているものですね。ハイライトです。今使っているものがディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザーの02番ピンクグローです。03番のハイライトも持ってるんですけど、これは全体的に使っているハイライトです。ピンクでねとっても可愛いです。塗るとたちまち可愛いツヤが出てくるのでお気に入りです。パッケージも可愛いしね。次がこちらチークですね。チーク私塗ってないとほんと血色が悪くて顔の余白も出てしまうので、こちらも欠かさずに入れています。最近愛用しているものがチフレのパウダーチーク111番のピンク系です。この111番バズってて店頭で買うのすごくね大変だったんですけど、ようやくお迎えできました。ちっちゃくてカバンに入れやすいし、ブラシの密着加減も結構あるのでこのまま塗り直して使っています。本当に可愛いです。塗り直しコスメとしても優秀だなと思います。次がこちら、アリュミュージュのアイシャドウになります。私が使っているのはローズクォーツの純愛です。こちらはショート動画のバッグの中身でよくご紹介しているものなんですけど、私が使いたい色が全てこの一つにまとめられていて、毎日メイクにはもちろんお直しコスメとしても重宝しております。この2色を混ぜてダブルラインや涙袋の影、あとは地雷線にも使っております。
この辺はねグリッターの代わりになったりするので、涙袋の黒目の下や黒目の上に塗ったりもしています。鏡も大きいし全体的にミラー仕様になっているのですごくお気に入りです。最後がリップですね。リップは最近この2つを使うことが多いです。まず全体的にロム&のデュイフルウォーターティント13番のカスタードモーブですね、これを使っております。その次にディオールアディクトリップマキシマイザー026番のインテンスモーブを塗っています。とりあえずリップはこの2つが多いです。ポーチは以上です。メインのね部分はご紹介し終わったので、手前の部分には今何も入れてなくて後ろポケットのみ入れてます。この中にはお店ができないんですけど家の鍵を入れてます。こちらのイニシャルのキーホルダーはサンキューマートでお迎えしたものになります。390円の消費税だった気がする。自分のね名前にしてます。まあ一応無一郎くんの M にもなるし、自分の名前が好きとかそういうわけではないんですけど、とにかくイニシャルの M が可愛くて M を購入することが多いです。カバンの中はこれで以上です。この中からカバンだったり、あとはその時の用途に合わせて荷物が減ることはあるんですけど、だいたい最近はこちらのものを持ち歩くことが多いです。夏場汗ばんでしまう時はこちらのサンキューマートでお迎えしたコードレスのヘアアイロン、ちゃんとおカバンの端っこの部分に入れることができるので、これをね持っていくこともあります。手持ちなんですけど、このメゾンドフルールの折りたたみの日傘を常に持ち歩いてます。ちょっとケースの方が行方不明になってしまってむき出し状態なんですけど、こちらを持っていたりしています。そしたら中身の方をこのカバンに入れていきます。これで以上です。ちなみにアイロンね、このカバンにちゃんと入るんだけど、結構ぎゅうぎゅう詰めになるけど、こんな感じでもうちょっとね綺麗に整理したら収まるんだけど、雑に入れてもこんな風に収まってしまうので、このカバンお気に入りです。今回は私のカバンの中身をご紹介させていただきました。使っているものとかあんまり変わっていないんですけど、少しでも皆様の可愛いに響いたり参考になったら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。マオでした。ちなみにネイル変えました。バイバイ。